はい、皆様こんにちは、こんばんは、今回はビオホ様からご提供いただいた A139 プロ2チャンネル、こちらは、A139 のシリーズでいう最上位機種になりまして、4K 対応になったということで、非常に映像の綺麗な機種となっております。パッケージ開けていきますけども、結構しっかりした作りでかなり高級感がありました。まあ、あの価格帯的に結構高めな設定になっているので、それもそうなのかもしれませんけどもね。こちらの映像を撮影している時点での国内販売はされておりませんでした。こちらは液晶がついてないタイプとなっております。映像確認とかは、スマホ等にアプリで連携するという使い方になってます。フロントカメラのレンズ部分はこのようにぐるっと、室内の方まで向くような、作りになってます。スピーカーがついておりまして、日本語のガイダンスで一応操作上の確認ができます。エンジンをかけるたびにガイダンスが流れるので、私的にはちょっとうるさいと感じました。アプリの設定でもそこは消せないみたいでしたので、少し残念に思いました。おなじみの紙が入ってますが、こちらはすべて日本語で記載されておりましたので、とても見やすいと思います。こちらは前後2カメラとなってるんですけども、別売りでもう一つ室内用のカメラを増やすこともできますし、外部マイクも接続可能となっております。そして謎の紙で、こちらは全部英語表記ですね。読めません。はい、また別の紙なんですけども、こちらも英語表記なので読めません。こちらはガラスに貼り付けるための、補助的なシートになっております。他に入っているアクセサリーは一般的なものなんですが、こちらは SD カードのカードリーダーが付属されておりました。内張り剥がしです。こういうのも付属されておりました。リアカメラは、自由に角度を変えられます。電源ケーブルなんですけど、少し太いように感じましたね。今回ご紹介するのはシガーソケットから取るタイプですので、駐車監視用の配線とは異なります。一般的なタイプ C の端子となってます。シガーソケットからは USB 端子が2つ取れるような形状になっております。これが初めは何かと思ったんですけども、どうやら偏光レンズらしく、これで日差しの眩しさをある程度抑えられるみたいです。
ちょっとカメラのピントが合わずすみませんけども、うちのカメラはバカなカメラなのでご了承ください。リアカメラのケーブルは同軸ケーブルとなっておりました。これはとても細くて取り回しがしやすいと思います。はい、こちらが付属の SD カードリーダーとなっておりまして、別に買わなくてもこのまま SD カードを挿してパソコンに接続すれば映像の確認ができるというものです。この両面テープがついている部分は GPS ユニットで、こういうふうに外すことも可能になっているみたいです。一つ残念だったのは、マイクロ SD カードが付属してないということですかね。これはちょっと残念でした。はい、ここからは、実際に撮影した映像となっておりますけども、ここの映像的には太陽が正面にある全くの逆光状態ですけども、これだけ光の強さが抑えられて綺麗に撮れているというところはすごいと思いました。はい、こちらの映像も文字もはっきり見えるし、ナンバーもきちんと見えているのですごく綺麗に撮れていると思います。少し暗く感じるかとは思うのですが、こちらはアプリ上で何の設定も変えていない状態で撮影しております。なのでアプリ上で設定を変更すればもう少し明るく撮影も可能です。今回の A139 Pro なんですけども、こちらには最新のソニー製スタービス2というものが搭載されておりまして、暗い場所にとても強い性能が出せる機種となっております。ご覧のように暗いトンネルの中でも、このぐらいの明るさで撮影できているのはすごいと思います。こちらのトンネルは肉眼ですと本当に暗いです。こんなに細部まで明るく見えてるのはちょっと変な感じに見えますけどね、私的には。はい、こちらはリアカメラの映像となっております。後ろの車のナンバーももちろんはっきり読み取れます。こちらのリアカメラはフロントカメラと違って 4K 撮影ができるカメラとはなっておりませんけども、十分綺麗に撮れてると思います。夜のフロントカメラ映像になります。前の車のナンバーもはっきりくっきり映ってますね。ダメなドラレコだと白飛びというものが発生して、自分のライトで前の車のナンバーが白く飛んで見えなくなってしまうという現象が起きます。夜のリアカメラはこんな感じです。ちょっとリアウィンドウが汚れていたようですけどもご了承ください。こちらの車のライトは結構眩しかったんですけども、このぐらい、光量が抑えられてナンバーがはっきり確認できる状態で撮影されています。
ここからは私の個人的な感想なんですけども、やはり液晶があった方が使いやすいのかなという気はしました。設定するときにいちいちスマートフォンを開いてアプリを起動させ Wi-Fi と連携させるという作業はちょっと億劫に思いました。気になったのはそれぐらいで、映像を見る限りはとても優秀なドラレコの部類に入るとは思います。細かい説明は他のレビュアーさんがやっているので、私の説明はこれくらいにしておきます。はい、今回もこのドライブレコーダーを1名様にプレゼントしたいと思います。概要欄から必要事項を記入して応募してください。当選発表は、それ用の動画を制作しましてアップいたします。それまでお待ちいただきたいと思います。まだドラレコを持ってない人、これからドラレコを買おうかなと思っている人はどしどしご応募ください。